えで、はい、どうぞ。皆様おはようございます。山口さん、去年ほど昨夜よく眠れましたか？睡不着的请举手。眠れなかった方、手を挙げてください。お睡得很好。いや、よかったです。今天晚上哈，因为智能钢琴感控，所以今天晚上要到基隆夜市。いや、この2日間ね、昨日、一昨日こっちにいらっしゃって、ちょっと、大変つらかったでしょう。今晩はね、ちょっと昼の方の、夜市へ、ちょっとみんな行きましょう。好像反应都不好、是不是不要去？あまり喜んでないみたいな、もう行かないですか？ブラブラで行きます。ブラブラ。因为夜市的那个食物哈，不一定讲大家拢习惯哈，所以，比方说西江瓜哈，我们这里先准备一点东西，让大家先吃。啊，卖假新鲜的，也准备假它这还可以。那有一期の食べ物は多分多少違和感あるかもしれないけど、こちらを。出発する前にまず、4時頃かな、みんな、少し食べまして、それから出発しますと。あまりね、たくさん食べないでください。たくさん入れたらね、一体何も食べたくないでしょう。家里面小门口哈，你不能修很，非常的枯燥无味。今日 のレッスンは多分、つまらないかもしれないけどね、日本の憲法の改正のことです。一点看法情景は、ね、台湾人、日本台湾人、結界上、日本で使用がない問題。いや、みんなはね、台湾ではそういう日本憲法改正のことを、ここでみんなディスカッションしてることをね、みんな、おかしいじゃないかな、そう思わ、みんなにそういうふうに思われてるかもしれないけど。我们讲我们在厦门呢，怎样子不听了？请你讲句话嘛。いや、今ここに今来てる方々、若者、日本の憲法を知ってる人は手を挙げてください。咱讲吼，咱讲日本遐个，甲伊个人嘞，甲伊个人嘞，迄个关系到底是啥物事？いや、日本の憲法もちろん難しいかもしれないけど、でも自分とどのぐらい関わってるか、それを知ってる人は手を挙げてください。そう、はい。じゃあ2、3名ぐらいですね。其实、很主席日本人、本土日本人、甲很主席日本台湾人，伊情况拢同款。現在の日本の方々と我々台湾の人々とやっぱり同じです。現在日本人の憲法是美国人改修的。現在日本で使っている憲法はアメリカに改正されました。要するに修正されたものです。一礼拜の修正。一週間だけでも修正されました。後見は、つまり日本人の修改以後は、对日本人没适用、没适合。従って一週間だけで修正されたものは、日本人にとって慣れてないんじゃないかと思っています。台湾人很主席的憲法是中国的憲法。現在台湾で使っている憲法は中国、要するに中華民国の憲法でございます。第一中国的中华民国憲法で竟然无台湾这个土地之内で。中華民国の憲法の中には、要するに台湾のことも含まれていません。日本台湾人多可憐、竟然是在那個憲法、沒那個憲法、包括台湾人在那個憲法在那裡生活。台湾人は非常にかわいそうですよ。
あの中華民国の憲法を台湾に持ってきて、いや台湾の中、台湾のことも何も入ってない、要するに含まれてない憲法、それを使っています。因为中华民国宪法第七条、まあ、あの中華民国の憲法の内容上一规定说那准那个土地被改变的时候要经过国民大会通过。いやもしね土地をあの変更しようと、そういう場合には必ず国民大会を、の通じないともいけないです。但是因为1945年跟很主席为止以中华民国宪法都没修改。まあ1945年から今までの中国、中華民国の憲法は全然あの修正されてません。我意思说第四条都没改变。内容上全然かあの変わってないです。这是表示说台湾这块土地不是中华民国宪法的。まあ従って台湾のこの領地領土はあの中華民国の憲法の中に、まあ、要するに含まれてない入ってないことです。这是表示说台湾人生活在那个虚无缥缈的宪法里面，假的宪法里面。いや、従って台湾人、台湾の人々はそういうね、あの嘘の憲法の中、なんか、ね、生活しています。啊，所以你就知道吼，台湾人很主席的行为，这个所谓的宪法的啊，这个保障哦，根本都无，变作是保障因中国人，但是台湾人若犯罪的时阵吼。一定会受到严厉的制裁。まあ従ってね、台湾人はね、あの要するに憲法からの保障は何もありません。ただ中国人はあの保障されてます、保護されてます。因会记得咱们这个总理甲因上回有讲，犯同款的罪，中国人无罪，但是台湾人有罪。昨日ね、あの総理の授業がありましたが、まあ同じ罪のあのもう方々ねの人。中国人の場合は何もあり、何もあの何もあの何も罰され、罪がないと。台湾人の場合も罪に、まあ、重罪、重い罪になるかもしれない。今来讲日本、まあ、今日本の話に変わります。其实台湾很主席那照这个法律上台湾的宪法就是民主宪法。まあ、あの台湾現在本当は台湾現在 の、 あの憲法は、ね、明治憲法です。这是1945年的四月七日日本天皇公布。それは1945年4月1日に日本の天皇陛下が発布されたものです。日本很主席的憲法教導に来講、跟台灣應該一模一樣。まあ、従って現在日本で使っている憲法は台灣との憲法は同じはずです。但是你憲法以後、まあ、修正後、波茨坦宣言、因為真正大日本帝國再度恢復。まあ、戦後あのポツダム宣言はね、日本元あの回復する昔のあの軍国主義に回復する、それをあの恐れてますから。这些同盟国啊，对大日本帝国这土地啊，因有一个叫做分配占领，分配占领。それはね、あの米軍は、同盟国は日本に対するあの分配占領というがありました。北方四島是苏联占领。いや、北方領土は現在はあのロシア、ソ連が占領してます。但是这里北海道、本州、四国和九州啊，啊，这个部分呢，由美军来占领。まあ現在あの北海道、本州、四国、九州は現在はアメリカの占領です。で、独島啊，是美国相当放火韩国来占领。で、あの竹島はそれアメリカあのわざと故意と、韓国にあの。占領させてます、はい。これ琉球是叫古金山和平条第三条，和联合国脱藩，后尾搞和美国脱藩。それあの琉球ですね。あの沖縄は、沖縄ね、底下的古金山和平条的第三条嘛，是搞和联合国脱藩，啊联合国搞和美国脱藩。
沖縄琉球はあのサンフランシスコの 中の第三条で国連国に委託すると委託それから、国連のアメリカに委託します。实际上，你这个诺贝尔恩平啊，是美国不会赞成讲将琉球交予联合国托管。まあアメリカはね、沖縄を、国連に委託することはあまり賛成しません。主要原因就是因为1945年4月7日，这个叫做美军呐来攻打，这个攻占这个琉球。まあなぜかというと、1945年あのアメリカは4月1日1945年の4月1日アメリカはあの、アメリカはあの沖縄を占領しました。所以在这国際法的内底啊，美军对琉球有占领权。まあそういうあの国際法を言えば、アメリカはあの琉球、沖縄を占領する権利を持っています。所以我刚看这个秘密档案内底讲，美国不爱将琉球交予联合国托管。じゃああの、林さんはあのその秘密あのファイルから、こういうことわかりますか。要するに、沖縄を国連にあの委託することは委託しま、したくないです。あなんか是讲，那好比讲琉球是真正交予联合国托管的时候，琉球的今日甲无法度变作日本的土地。いやもしねあの沖縄を国連に委託したらば、じゃあ今日はねもう多分もう日本の領土に、なってないじゃないですか。就是因为美国的坚持，啊美国坚持主要是日本天皇下一条片或者叫做麦克阿瑟。いやそれはあのアメリカそういうことあの沖縄のことをもちろんあの北東のことを堅持してますから。で、日本の天皇陛下があのマカーサーに手紙を書きましたので、そういうことがありました。所以这里哈，在这个历史里底哈，对琉球的地位的改变啊，占真大的因素。いや、そういうことがあって、天皇陛下があのマカーサーに手紙を書いたので、だからそれあの沖縄の運命だいぶ変わりました。所以我当然常在想啊，我个人常在想，谁啊日本天皇无写批给马卡萨讲，讲啊做。希望这个台湾哦，啊，好，可以直接来见面。で、あの、まあ、林さんはよく、まあ、なぜあの天皇陛下がまだアメリカにそういうそのようにあの沖縄のようにね、あの手紙出さないですか。もし出したら、まあ、台湾はやっぱりまた日本のように日本に戻ってしまう、かよ日本の領地に通うになるんじゃないかなと思います。这个关键是1945年4月7日日本天皇迄个诏书。それはあの1945年の4月の天皇陛下の詔書の頒布によって決めたことです。因为1945年4月7日、1945年的8月15日、日本天皇宣布无条件交降，两个相距4.5个月。まあ1945年の4月1日、と、1945年の8月、15日。ただあの4ヶ月の、4ヶ月違います。4ヶ月半ぐらい、あ、这个日本天皇宣布投降時間真短，所以台湾这个土地現実已經改變。いやそれはあの天皇陛下が要するに、無条件投降とあの宣言しましたが、それでだいぶ変わりました。这里底个1943年12月7日的开罗宣言。1943年の开罗宣言もあります。1943年的开罗宣言，甲1945年4月，这个中间要过差不多2年的时间啊。呀，1943年から1945年まで大体はあの2年のぐらいの時間があります。因为在1945年开罗宣言的时阵，台湾还阁是日本的殖民地。呀，1943年の時，台湾はまだあの日本のあの領有のあの職領領だったんです。殖民地。植民地だったんです。いや植民地だったんですね。因为诺贝尔这个开罗宣言以后啊，这里叫做杜勒，这个美国、英国加这个中国啊，
您认为讲台湾这块土地爱心和中华民国？まあ1900それはあの海洋宣言で本当は、台湾を、中国に返還するそういうこと最初はそうあったんです。そう決めたんです。所以这个三年来的呀，这个台湾的地位发生真大的改变。いやただ三年間の中で台湾の運命はだいぶ変わりました。因为当年你签的古今开罗宣言的时阵啊，蒋介石有向美国和英国表示。いやその、开罗宣言をサインした時、蒋介石はアメリカに英国にあのそういうことを、表しました。中国伊表示讲，战后伊绝对袂去侵略伊周边的国家。いや、中国はね、戦後は必ずあの周辺の国に侵略 しません。因为伊袂去侵略其他的国家，所以就要求这美国甲英国爱遵照开罗宣言。いや、あの、邻国に侵略しませんから、中国からあのアメリカか、あのイギリスに。そういうことを必ずあの守ってくださいとあの要求しました。私今日たち毛沢東救える台湾。いやそれはね本当に毛沢東があの台湾を救ったです。一九五九年だったんですよ。まあ1950年の5月25日。で、ね、毛沢東が反戦爆発。韓国戦6月25日あの韓国朝鮮戦争が始まったんです。ダメージドルマン散歩そしてあの、ドルモンが、ドルモンが戦ダメージ散歩6月27日あのドルモンが、宣言しました。台湾の地位は未定。台湾の地位また未定です。台湾的地位就要等到太平洋地区和平以后啊，才变来决定。啊，台，所以呢，台，あの台湾のね、台湾の運命はあの太平洋地区が、台湾の位置づけまだ決まってないです。平和の時に太平洋地区の平和の時に決めますと、それは。这是六月二七，啊，佮同时宣布第七舰队啊，开始巡防台湾。それが6月27日、それからあの、第7艦隊を、海峡をパトロールすること、台湾海峡巡逻、台湾海峡をあのパトロールすること、因为6月25日反戦爆発、6月25日あの朝鮮戦争が始まった、それ一時がちで去年に第12回時準な。いやその年 の, あの、年末まで12月まで周恩来宣布美国侵略台湾是中国一部分。その時あの、周恩来ご存知ですね。あの中国の周恩来が要するにアメリカがあの台湾を侵略すると周恩来がそういうふうにあの言いました。同時向連合国提出告訴で国連にあの国訴に提出しました。それで国連が認めるっていうことで、いや、そあの国連はこういうことについてあの討論します、検討します。それ周恩来是当然派一个九个人的代表团，由吴修全代表回去美国参加联合国。まあそういうその時にあの周恩来はあの、中国から7人のあの発見してアメリカへ9人の発見してアメリカへ行きました。他主要で討論讲伊的提案美国侵略台湾啊台湾是中国一部分。じゃアメリカへ行ってあの、要するに台湾のアメリカがあの、台湾を侵略することとあの言われまして中央内に言われましてそのことについてアメリカであの、検討します。这阵联合国甲周恩来提出一个要求，アメリカ、国連の周恩来に対して一つの要求をしました。就是讲，伊要证明台湾是中国一部分。いや、どういう要求かというと、台湾は中国の一部分の証明をあのくださいと。一直到今日为止。まあ今日まで、中国一直提出来台湾是中国一部分。今日まであの中国から台湾は
あの中国の一つ、あの要するに国土の一つはの証明はちょっと、まあ、まだ出してないです。所以看讲，迄个以前以后啊，中国比较人建交的时阵啊，拢用钱金钱啊，说服诶较细的国家来承认讲台湾是中国一部分。Yeah, 中国はね、いつもあのお金を出して、要するに小さい国に要するに、お金を、送って、そしてあの、承認してもらうと。但是较大较强的国家啊，拢无得插伊这个要求。Yeah.もっと大きい国ね、でかい国の場合はやっぱり中国のやり方はあんまり、相手にしないです。因为安尼的时阵啊，所以这个做中国到今日为止啊，一直无多。但是这个加拿大真出名。いや、したがって中国はね、今日まで、あの台湾は、中国の一部分の証明は今までまだ、まあ、出せないです。但是加拿大哈、这个国家提出一个声明，真有意思。いやカナダからね一つの声明は非常に面白い声明があります。伊讲台湾是不是中国的一部分？伊唔知啊，但是伊声明讲台湾不是加拿大的一部分。ですね、あの台湾は、中国の一部分ですかと、まあカナダはまあカナダは私には分からないです。まあ台湾の私カナダの一部分じゃないです。それは私は知ってます。所以伊咪唔是。加拿大，所以加拿大未当声明讲，加拿大台湾是中国的一部分。いや、カナダはもちろん台湾はカナダの一部分じゃないですから、したがって台湾に対する台湾は中国のものですかと、あのカナダもあのカナダもやっぱり、言い切れないです、証明できないです。所以一直到这个最近啊，这最近三年以前啊，中国打败中国，台湾是中国神圣不可分割的一部分。いや。今3年前、とね、中国よくあの台湾は中国の一部分とよく主張していました。但是ロベア、这个战争法开始伫这个做，咱台湾开始发表这个战争法之后啊，中国嘛开始研究战争法。じゃあ台湾ね、あのその戦争法を発表してから、その後あの中国もその戦争法を研究し始めました。因为战争法咧足清楚诶，即台湾咧地位非常诶清楚啊，啊，所以即中国吼啊，伊诶战争法专家嘛去研究诶结果讲，台湾甲中国情理法三项拢无关系。戦争法で、あの台湾の地位はね非常にあの明らかになってますから、で中国があのもちろんあのそれについて研究していますから、まあ、従ってね、あの情、理、理と法、3つともやっぱり、中国のものじゃないですよ。台湾は中国の一部分ではありません。所以今中国一改变、一番讲吼，台湾是中国的核心利益 （core interest）。あの中国の態度も変わりました。ね、あの台湾は中国の一部分の主張はもう最近も、言わなくなったです。いや最近は、台湾は中国にとって一つの、核心利益と、そういう主張変わりました。あ最近对台湾人、伊拢讲过去讲啊做台湾同胞。いや過去はあの中国が台湾同胞とよく言われました。但是今讲台湾人民。最近は台湾人民とあの変わりました。所以有真侪人咧看报纸拢袂晓看。まあたくさんの方々はまあ新聞を読んでもあのちょっとね、意味とか内容をよく理解していません。同胞的意思是讲介同款是确确实实一中国人。まあ、同胞というのは要するに同じ中国人同士の場合はそれは同胞を言ってもおかしくないと。但是讲人民就是讲另外一个国家的人。まあ人民の言えば要するに違う国の人です。あ、ちなみに中国比讲日本同胞。いや日本人民。中国からあの日本同胞とは言わないです。同じ日本人民です。所以为这个所在，咱看出来，即摆中国的态度已经改变。まあ、それいろんなあの
のことをから見て、あの、中国が態度が変わったことを分かりました。那这么多都在这里一九啊一九五五年的那个改制。じゃあさっきの話に戻って、まあ、1950年あの国連のことに戻ります。因为那个把周恩来把那个吴秀贤要求讲，也提出证明讲台湾是中国一部分。まあ、国連から周恩来に台湾は中国の一部分の証明を出してくださいと要求しました。一直到今日为止。まあ、今日まで。中国一直提不出来。今日まで中国はそういう証明全然もう出せません。我想以後は今提不出来。いや、まあ今日まででなく、まあ永遠将来も出せないじゃないですか。私がそう思っています。所以呢，以迄个案子来讲，不通过。したがって周恩来はアメリカ国連に対するの国訴はやっぱり、できなかったです。但是这个时候，美国伊万向联合国提出一个提案。呀，その時はアメリカは国連に対する一つの案を提出しました。伊讲中国侵略朝鲜。中国は朝鮮を侵略しました。这个案联合国通过。いや、その案は国連で採択されました。所以国民には一定たとわれる回路宣言。いや、さっき の回路宣言のこと。回路宣言是中国敢答应讲，伊袂当侵略，伊来做其他国家。まあ、回路宣言で中国がその隣国に侵略することはしないと、そういう約束がありました。啊，联合国应同意讲中国侵略朝鲜。まあ、そうだけれども、やっぱり中国がそういう、まあ、信用できなかった、やっぱり朝鮮に侵略しました。所以美国绝对有权利讲，伊不会履行开罗宣言的内容。まあ、したがって中国はね、そういう、まあ、約束は破ったですからね。だから回路宣言のことは、まあ、要するに、その通りにしません。但是美国人伊对这个伊拢不爱发表。まあ、アメリカはそのことについてやっぱり発表しないです。但是将这秘密档案交我。その秘密のファイルは林さんに渡しました。所以真清楚就是讲，也是美国无必将台湾交予中华民国的原因，是这个海螺宣言。就那个中国没有履行开罗宣言，伊当时的承诺。じゃあね、なぜアメリカが台湾を中華民国に要するに、だ、別か渡さないですかと。台湾別か中華民国。台湾の中華民国に渡さないと、一つの原因はやっぱり開羅宣言での約束は守らなかったです。所以这个开罗宣言啊，并绝不是讲因为无签字，所以无遵守。いや、开罗宣言はただサインしなかったそういう原因ではないです。所以不是讲所谓的宣言的 declaration。まあ宣言というのは declaration という、はい。declaration的意思就是刚刚一种主张，一种 claim。まあ declaration は一つの主張です。所以这个主张呢，并不是一个法律上的约束。まあ、主張はね、約束、主張ということは法律に、要するに適しませんです。所以这个根据战争法来，战争法国际法人要真注意这个所用的这个字啊，跟伊个政治上的运用。いや、国際法と戦争法を研究している人は、まずそういうね、使っている言葉はね、ボケビよりね、やっぱり注意しないといけないです。所以因为安尼的关系啊，这个中国跟台湾啊，迄个关系特别讲已经完全叫伊撤掉。啊，したがって台湾と中国のそういう関係はまあもうはっきり言っても、这个国际双和平条约第一条的，サンフランシスコの和平条約の第一条の B。这个 B 来的伊讲。日本天皇的权力啊，对国家的国事啊，国家的权力已经交予由人民所组成的政府。
サンフランシスコ講和条約の、第一条の B、その権利を、日本天皇陛下の権利は全ては日本の政府に、渡しました。人民尊重しに進歩、まあ、人民が創設されている政府に渡しました。当然这个事情是因为这个头前有一个麦克纳瑟修改日本的宪法。いや、なぜこういうことがあるというかと、マッカーサーが日本の憲法を、変えたです。所以今很主席日本这个安倍晋三的总理一直想要修改宪法。まあ、現在 の、 安倍晋三首相がその日本の憲法の改正しようとしています。一股可能修了会完成，他可能会修了修，会当会当完成伊的伊的希望呢。まあ多分、安倍さんの、思い通りにいけると思います。但是伊要脱离这个旧金山和平条第一条 B 的控制。いや、サンフランシスコ、講和条約第一条から抜け出すことはできるかどうか。我个人的看法，いや、リンさんの、個人の見方。日本一定要利用台湾。まあ、日本は必ず台湾と手を合わせないといけないと。因为日本的宪法在台湾实施，这个宪法并无废止。まあ、日本が台湾で民主宪法ので使ってる要するに昔で使ってた明治憲法は。それ今までまだ廃止されてません。台湾で日本の総督府的官制还不存在。まあ日本の昔の総督府の官制は現在でも生きています。所以日本要脱离旧金山和平条约约束，一定要利用台湾。まあ日本はそのサンフランシスコ講和条約を、脱却しようと思ったら必ず台湾のこれを利用しないと、さっき申し上げたことを利用しないともいけないです。我的看法就是美国确确实实要利用这个观点。じゃあ、リーさんからね、アメリカは、そういうふうにね、させるじゃないかな、そう、リーさんはそういうふうに思っています。中国、这个美国在这三四十年来，你也没想到讲中国的这个经济发展会变得这样紧。いや、アメリカはね、非常に思いつかないですが中国の経済こんなに急ピッチな発展ができることは本当に考えられないです。但是中国本身隐藏的危机嘛超非常的多。まあ経済は非常に急ピッチな成長があるけれども、でも中では非常に危機ですね。要するに見られていることは非常に多いです。中国我估计伊的人民的迄个收入啊，伫四千块左右的美金的时阵啊，因内底就发生变化。呀，中国で、多分ね、人民の収入は平均で、4000年ぐらいの US ドルの時、もしその収入のその時になったら必ず大きな変化が出るじゃないか、そう思っています。今是干那千几块呢？まあ、今は大体千何本かな、収入平均で。我相信在这个两三年、三四年内底啊，达到四千块钱。いや、この二三年、三四年のこの間必ず四千年になると見込まれています。以全世界经济的迄个国家吼，甲看，那差不多甲四千块吼，迄个国家的这个政治的制度各方面拢会发生真大变化。まあ、世界ね、各国から見ますと、大体ね、US ドル大体4000年ぐらいになったら収入、必ず大きな変化が出ます。今また日本の話に戻ります。今、北方領土は現在はソ連が占領しています。まあ、占領の時日本いつも返還してくれと日本からよく要求しました。ソ連对这个事业都会处理方式一是因为是合乎国际法，一是违反国际法，违反国际法。
いや、それのはね、もちろんあの国際法に違反しています。伊当时迄个时代，遮尔时阵啊，伊伫内底人一万六千个，啊，都日本人拢用船来载转去非洲。いや、その時はね、あの占領した当時は、あのそのよくその島に住んでる1万6千人をあの船に乗せて、で本州に返送しました。いや、双方は無人島と占領。まあ、その子はそれは無人島と宣言しました。但是日本有抗議。まあ、日本はそのことに対して抗議しましたが。我相信日本人一定会会记得一个代志，就是日治五十年的时阵啊，这个苏联啊有讲哦，啊无四十度乘以能量，安尼好唔好？まあ日本人多分あの知ってる日本の方々多分知ってるじゃないかな、聞いたことがあるじゃないかなと思います。去年はね、あのその四つの島でもソ連からね、じゃ二つあの返してあげようとそういうあの話も出ました。で、这个代志的发生的前差不多一年半。いや、そのことの発生の1年半前に、ソ連で一個情報的那個叫做記者派兩個人來跟我見面。いや、ソ連からね、2人の記者を台湾にあの林さんも会いに来ました。我理解中間電話的代誌。まあ、林さんはその2人のソ連の記者に対してのあの、あの戦争法のことを話しました。我說你這個鏡頭來這樣，這樣不能移轉主管。まあ、戦争法では、あの占領だけれども占領はあのその主権の移転はできません。あ、所以你占这个ソ連你占这四个岛渣蛮爱情和日本、まあ、従ってあの、遅かれ早かれはあのソ連はこの4つの島を日本へ返還あのしなければいけないです。我当初有讲到那个叫做加沙走廊，ね、还是加沙走廊，那个叫做以色列，加沙走廊是上迄个啊，做，不是，做埃及啦，埃及加沙走廊，埃及，加沙走廊，还在讲加沙，所以第六次战争，啊，中近东也有，嗯，加沙，哎，以色列边啊啦。イスラエルのそのガザ地区ね、そうそうガザ地区の。加沙走廊第六次战争以后啊，以色列去占领。その六日戦争以降は、あのイスラエルはガザ地区を占領しました。但是三十八年后，まあ三十何年後、要するに現在。国際上要求以色列要撤退。国際からあのイスラエルに対しての撤去するようにと要求しました。虽然伊家刷真济，啊，做以色列人入去内底。まあ、あの、イスラエル人はたくさんあのそのガサ地区にあの入ったけれども入居したけれども。伊家看哈，加沙走廊内底伊迄个迄当阵以色列占领的情况，有土地，有人民，有国家。有外交官。いや、あのガザ地区はね、人民もあって、土地もあって、外交権もありまして、それは政府。政府もあります。あれに関して国家。それは一つの国と認められるじゃないですか。台湾完全全員共犯。まあ台湾とあの同じ状況です。台湾有土地。台湾は土地があって、有人民。人民もあって。有政府。政府もあります。有外交官。外交権もあります。あれかもしれません。それは政府と認められますか？你是目睭看下，敢那政府实际上不是。じゃあちょっとただ目だけで見ると、あ、一つの国家に見えるけれども、実際は国家じゃないです。所以台湾这个土地的情形，甲伊共款，甲北方四岛的地位的情形共款。いや、現在台湾の現状はガサ地区とあと北方領土と全く同じです。伊差不多三个月以前，我有看一个新闻。まあ三ヶ月前にあの一つの新聞の記事を見ました。日本要求ソ連将北方四島返還日本。まあ日本があのソ連に対してあの北方領土をあの返還してくださいと要求しました。あ、ソ連の回答し。でアメリカあのソ連の返答は。北方四島不是日本的。
北方領土は日本のものじゃないです。为什么？いや、なぜですか？为什么说呢？你说北方四岛不是日本的土地？いや、なぜそう、ソ連はそういうふうに、ソ連にそういうふうに言われたんですか？なぜ？这个看起来就不能很快。それは日本の憲法と要するに、関わってます。日本の憲法は今日マイクラスが修改一样。で、日本の憲法はマカーサーに変えたんです。変えられたんです。表面でしょ。日本は不是日本。まあ表面から見ますと日本は日本です。但以憲法的目睭来看。まあただ憲法の面から見ますと。刚刚清楚一个新的日本政府已经完成。まあ新しい日本の国ができました。跟原来大日本帝国是不同款。まあ元の大日本帝国は全く違います。所以ソ連一回答说哈，北方四岛不是你日本的。まあ従ってソ連からね、で北方領土は日本のものじゃないです。不奇怪。いやちょっとおかしいです。不奇怪。ちょっと一つも おかしくないです。因为法律上啊，北方四岛是属日本天皇。いや法律上は北方領土は日本の天皇陛下のものです。不是今日本政府的。まあ現在の日本の政府のものではありません。所以日本政府当然特別だ。まあ従って日本政府はそれに対して返してくださいと要求してもなかなか返してくれないです。それ一番なつソ連にやめこん。いやまあソ連はそういうふうに言われてます。其实这里是台湾民政府、台湾政府当初。いやこの時は台湾台湾政府は、ちょっと手助け。台湾民政は手助けの時です。なんかソ連要求说你要还给我。ソ連に対して、じゃあ台湾に返してくださいと、返せと。因为台湾要不是日本天皇也开始的土地。なぜかというと、台湾現在でも、今でも、天皇陛下の、所有もの、の土地です。因为不吉川和平天皇管理。まあ、サンフランシスコ講和条約の関係で、それで、そう、じゃあ、日本天皇家管理、阿弥陀如来が台湾。日本、天皇陛下の権利、まだ台湾に、来てないです。因为我最近有跟美国的国防部的地方去討論。最近は、林さんとアメリカの、国防省と、ちょっと、アメリカの国務省のシンクタンクと、今最近ちょっと話し合いしてます。我相信美国也当然来帮忙日本的 帮忙台湾。アメリカから日本と台湾の要するに、助けることはできると、林さんはそう思っています。所以最近你也看说这日本的这个政治方面的改变非常的多。最近は日本で の政治のことは だいぶ変わっています。就台湾民政府啊，自近两三哎，自差不多六七年来的，的改变嘛非常的多。啊，まあ従ってこの六七年嘛，台湾民政府もだいぶ変わっています。林秋峰这个改变，刚是偶然之间发生的。いやこの変化はただ偶然じゃないです。我認為說這不是偶然發生，這是完全美國的後面去策動。いや偶然じゃないと思います。それはアメリカは裏で多分コントロールしてるじゃないかそう思っています。因為都2006年十月是控告美國一樣。2006年、10月24日にアメリカを告訴打たれてからその後差不多半年以後嘛，美国开始这里啊，做国防部开始跟他们联络。いやその後半年以降はアメリカの国防省から、台湾民政府と、連絡するようになったんです。提供真多真多迄个啊，做以前的机密档案。いやたくさんたくさんの、以前のはちょっと、披露されてないされなかった資料をちょっと渡されました。虽然美国伊拢无贡献，
いや、アメリカは何も言わなかったけれども、日本に行き研究ができません。いや、資料を渡して、まあ、自分で研究 しなさいと。アメリカもたくさんの、要するにね、我々ターミニスの、まあ、協力しています。協力してくれています。一つの簡単の例をとしてあげます。いや、アメリカの国務院は一つの声明を出しました。恐怖組織要符合三个条件。テロ組織は三つの条件に満たすべきです。第一、不是一个国家。まあ、一つの国と承認されていないこと。中華民国不是一个国家。まあ、中華民国は一つの国ではありません。第二、有这个国、这个组织有武器。第二は、この組織に武器を持っています。你知道台湾关系法和中华民国比武器，但是我台湾人的代志。いや、台湾関係法というものはもちろん、アメリカから武器、アメリカから台湾に武器を提供して、中華民国に武器を提供してますが、台湾人たち、我々台湾人がお金を出してます。それ中华民国有武器。まあ、したがって中華民国には武器を持っています。第三、这个组织是当地的精兵。第三はこの組織は現地で徴兵されています。台湾人没台没籍，中华民国占领以后去替中华民国做兵。いや、台湾の、中華民国に占領されたから、されてから、みんな男の子はみんな徴役されて、軍隊に行きます。第二次世界大戦上尾の時代、1943年開始。まあ、第二次世界戦争、ちょっと、まあ、終わり頃、1943年の時、美国轟炸台湾。アメリカの、台湾に来て爆撃しました。第二次世界、美国是关台湾人的敌人。いや、その時アメリカは我々台湾人 の敵人だったんです。因为美国是日本的敌人。アメリカは日本人の敵人だったんです。美国か中華民国是同盟国。で、アメリカと中華民国は同盟国でした。あ、今日台湾人接触中華民国的兵。いや、台湾人はみんな要するに徴兵制があって、ちょっと軍役に行って、中華民国の軍隊になった。中华民国嘛是台湾人的敌人啊。で、中华民国もちろん我々台湾人の敵人じゃないですか。啊，你别干嘛真奇怪，台湾人干嘛真奇怪，是啊呐，爱去做中华民国的兵。いや、非常におかしいです。なぜ我々台湾人は中华民国の軍隊の軍隊に行かなければならないですか。所以真贵这个代志做兵的时候，我甲美国抗议几啊摆。いや、この軍隊のことについて、林さんはアメリカに対して何回も抗議しました。所以四年前馬英九さんと、まあ、4年前馬英九現在の大統領がこのことを宣言しました。台湾人不免徴兵。台湾人は軍隊行かなければならない、もう軍隊行かなくてもいいです。但是这个时候台湾人不要想。まあ、現在の台湾人まだ気づいてないです。中国一千粒的飞弹去向台湾，台湾不免徴兵，你们不投降吗？じゃあ現在はね、中国からね、大体1000本のミサイルを台湾に照準してます。なぜ台湾人は軍隊、まあ、行かなくてもいいですかと。あ、台湾なんか見たわな。いや、台湾人まだ投降、降参してないです。其实不是这个代志的。いや、実はそういう意味で、実はそういうことではなく、因为美国是占领国。アメリカは現在は台湾の占領国家であります。いや、不適台湾の安全。台湾の安全のことはやっぱり責任を負わないといけないと。それは、你要看1996年の、那个飞弹危机、美国派两架航空母艦在台湾投下，台湾被攻掉。まあ、1996年の、ミサイルの、危機があったんですね。で、アメリカはすぐに2隻の、航空母艦を台湾の一番南と北の方に台湾海峡に来させました。こっちで中国用的飞弹来被是空包弹。
じゃあ、中国で使ってるあのミサイルは多分 中もあの弾薬も入ってるのも空っぽじゃないですかと。いや、確定ね。いい大体是没有放。いや、確実にあの空っぽです。上海中国没有空爆弹。なぜあのその空っぽミサイルを使っていますか？因为伊拉用实弹的时候呢，就是变作侵略，变作渐进。じゃあ、あのね、もし実弾を使ったらば。あの一つの侵略の行為に認められます。所以这个世界国际上啊有真多变化，老百姓伫这个普通生活里底啊，拢唔知伊真正的情形。いや、あの国際で世界で非常に大きな変化がありますが、でも普通の我々の国民とは人民は多分もう感じてないです。非常に国民国一样。ね、我々アメリカに対して国葬した後。中国兵开始将伊个军队要甲撤销。アメリカは中華民国の軍隊に対してもうどんどん減らしていく、もう撤去する。包括伊个战車、已经将迄老王取掉。まずその、戦車、タンクのそのロゴを全部塗り消されました。我帮你看一个スライド。一つのちょっと絵を見せますよ。戦車の動画とは。这个戦車、不是刚看到这几只，所有在中华民国现出是多来的戰車，拢将迄个 logo 拢去掉。ただこの今現在見てるその2、3両の戦車になって、台湾島内のすべての戦車は全部そのロゴがあの塗り消されました。不只是戦車撤掉，軍艦、飛機的迄ロゴ拢撤掉。じゃあのタンクだけではなく、戦車だけではなく、あの飛行機とそれからあの軍艦ですね。各位、您来自日本，您捌看到讲一个国家的武器顶管拢无钱啊？多分、今日本からいらっしゃった方々はそういう現象を見たことないでしょう。まあ、あの国の武器にその 何ロゴもついてないです。これ本来那个太平岛は、中华民国讲要将兵团刷去太平岛。中華民国は、ミサイルを太平島へ太平岛って那个。南シナ海へ、中華民国が南シナ海へそのミサイルを向こうへ、移っていくと。米国反対。アメリカが反対、アメリカに反対されました。因为你俩将飞弹刷去太平洋，按上面没有 logo， 它呢也变成恐怖组织。じゃあもしねその中華民国がそのミサイルを太平島へ太平島へ持っていけば、ロゴがついてないと、それはあの一つのテロの組織になってしまうじゃないですかと認められるじゃないですかと。各位、这个现主席、这个台湾的演变非常的注意。あと一点就是，伊的这个做，后勤司令部啊，已经取消去了。いや、現在台湾の非常に大きな変化が進行して進んでます。それであの台湾の後勤というのはね、あの要するに戦争の時にね、武器とか弾薬とかあとか食料を供給するその部門はやっぱり撤去中止されました。戦争に存在している後勤司令部はあれ免許ない。まあ戦争の時ね、そういう。あのそういう補給の部門は台湾の中華民族さんアメリカに要するに廃止されました、中止されました最近。
讲后勤司令部主校易水峰，不可能见见啊。いやそれがあのね中止されて廃止されて要するにもう戦争もしないです、戦争しなくてもいいですよと、戦争しないです。まずね兵器をですね兵団をなくしたらもう成り立たないから、兵器をというのは要するに、はい、場所です、組織です、オートキーボールド、それは、まあ、最近アメリカに中華民国のそれもう廃止されました、あの中止されました。連勤就是联合的勤务。まあ、一番上のはそれさっきあの塗り消されたロゴですね、戦車にあったそれ、それラクダはこの骨の印です、こう OK。 因为咱台湾民政府是美国控控伊，台湾民政府无武器，伊中方面有武器，安尼是不平等的，应该是双方拢无武器的。あの台湾民政府には武器持ってませんから、それアメリカにあの、抗議しました。所以美国現主席是一步一步に用大的力量去幫忙台湾民政府。いやアメリカは現在は一歩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 にあの台湾 助けてます。現主席这个台湾民政府と台湾民政府大体同じ、2ヶ月後ね台湾政府，我想要跟他说明的，台湾民政府在两个月到三个月以后会变成台湾政府。啊多呢，大概多分二三ヶ月以降は台湾民政府は現在だけれども、現在あと二三ヶ月ぐらいからもう正式に台湾政府に なります。台湾民政府是渐渐化来的，正面区的老百姓家己爱设立的政府。まあ、台湾民政府というのは要するにあの戦時空よ、まあ、占領中、まあ、台湾民政府というのは要するに占領中の土地の、中 にいる人民が作った一つの政府です。中華民国来讲台湾时赶快不设台湾民政府，但是也名叫做台湾行政长官公署。いやあの中華民国が台湾に来た時にもちろん台湾民政府が ありましたが、でも台湾行政行政長官長官台湾行政長官公署、台湾行政、長官公署というがありました。另外还有一个叫做台湾警备总司令部，もう一つは台湾警備司令部がありました。台湾警备总司令部事实上就是台湾军政府，中国台湾军政府。台湾司令部は要するに台湾の軍政府という意味です。所以这些完全叫渐渐化来。それはあの戦争法からあのそういう、規定があります。所以在座各位敢问讲，用台湾临时政府或者台湾国、台湾共和国、台湾国可不可以？じゃああの、皆様からね、台湾臨時政府と台湾共和国とそれから台湾国とそういう、名前をつけてもいいですかと、そういう聞かれました。絶対不可以用其他的名字。それは絶対ダメです。他的英文名字就只有一个，叫做台湾 Civil Government。ただまあただ一つだけの名前が使えます。台湾 Civil Government。台湾人就是唔知道这个战争史啊，这个。这个战争史啊，所以台湾人哦，乌白色一挂啊名称。いや台湾人にはね、よくそういうあのルールがわからない、戦争法よくわかってないですからね。だからいろんなあのちょっと間違ったあの名前を使ってますよ。都是用感情的方式一些的这个叫做一挂反对中华民国政府的这个组织。それはね、あの要するに感情的にね。
あの人格民国に反対する、その感情的にそのあの国の名前をつけてます。それはいけないです。例えばね、在日本の台湾独立連盟、まあ、台湾の、日本の独立、日本独立連盟という、そういう名前を使っている、人もいます。这里说的要过几日就多秘密。まあ、その中には、まあ、一つ の, あの秘密があります。李登輝曾经被讲台湾政府が废掉。まあ、李登輝さんは、過去は台湾政府をあの廃止する、そういうこともありました。这件事就美国出来讲比赛。そう、アメリカがそれを見て、あ、ちょっとまずいな、いけないと。で、アメリカに止められました。李登輝的用意就是被讲中华民国就地合法。李登輝さんは、要するに台湾の、現地合法とそういうつもりで、台湾の中華民国就地合法。あ、对了、中華民国現地合法。現地、現地和現地ね、合法。やっぱり現地合法してはいけない、もう亡命だからね。亡命政府ね、不能夠就地合法。亡命政府は現地合法してはいけないと。亡命政府ね、例えばね、非単純に、ね、法国。法国哈，你这个伦敦呐、啊，叫做 French London， 法国流亡政府在伦敦。いや、その当時はね、あのフランスもやっぱり亡命しました。で、あのイギリスで行って、その時はフランスロンドンと。French London。French London ね。还有比利时，比利时伦敦。比利时伦敦も。Korea Shanghai。Korea Shanghai という。这个名が。Chinese Taipei 是完全一模一样。まあそういうな、そういうあの使ってた名前は現在の中華台北、Chinese Taipei と全く同じです。Chinese Taipei 是最上就是 Chinese Exile Government in Taipei， 中国流亡政府在台北。いや、Chinese Taipei というのは要するに Chinese Government Exile in Taipei、それ略称して Chinese Taipei です。所以各位，你若等于日本，你若看中华台北，拜托卖个加油。いや、これまあ日本にあの戻られたらね、いや台湾中華民国と中華台北を見たらね、要するに応援しないでくださいよ。一礼拜前，日本队甲中华诶棒球队比赛。一週間前にね、日本のチーム、あの野球チームと台湾中華台北とあので日本で試合しました。去当阵，都无咧。我伫上课的时阵，有真济学员拢伫看。いや、その時はね、ちょうどあの各国で研修がありましたね。たくさんの、研修に来てる方々、たくさんその試合を見ました。あ、比赛的时阵，中华队输几分？まあ試合の時、最後の結果はあの中華台北中華チームはあの一分で負けました。日本に負けました。那有一寡人伫遐咧表示讲真失望。いや、もうたくさんの人は非常にがっかりしました。我敢说，我们打赢了，你为什么要失望？いや、我々も勝ったじゃないですかと、なぜあの失望しましたか？多我开心的时候打到紧张呀。啊，你直播说我没有在看电视吗？最初はね、みんなあの。その野球試合がありましたよね、その日。その時にたくさんの学生がここにいました。それで、秘書長に、私たち負けたの大変失望しましたと。ね、そして、李さんは、いや、私たちは勝ちましたよって、あ、頭いてないんですかと。テレビ見なかったんですかってみんながね、攻撃したわけ、李さんにね。うん、あなた、テレビ見なかったんですかと。いや、見ましたよ。私たち勝ちましたよ。おかしいって、なぜ私たち勝ったんですかって言ったら、お前たち何を勉強してきたんだ、今まで。ね、うん、我々はまだ日本人だということをお前たち知らないのか。だから日本人だから私たちは勝ったということです。所以我跟你讲吼，台湾人的头壳吼，68年来拢无清楚。いや、台湾人の頭も60何年も。もう全然ね、もうちょっと混乱してます。所以台湾之中は美国人が分かん。混乱してます。美国人が分かん。台湾人需要教育。
いや、アメリカからね、まあ、台湾人はあの教育を受けることは必要です。アメリカにそういうふうに言われました。我用这个简单干的例，我用这个简单的例子啊，你甲遐学员讲，咱是要不是日本？其实我知影即摆少年啊，足歹听着讲大日本帝国，尤其这个帝国知影真坏。じゃああのね、この学生ここに勉強に来てる学生にね、我々今現在また日本ですよと。いやもちろん今の若者はね、大日本帝国を聞いたらもう嫌ですよと。所以我是建議講吼，大日本帝國還有一個名叫做大日本國。いや、大日本帝國ではなくて大日本國もあります。所以我甲各位講，我講大日本國，我講帝國。いや、これからもう大日本帝国を言わない、まあ大日本国を言います。因為日本人現在是受的教育嘛，是同款對這個帝國啊，非常有反感。いやもちろん今の日本の方々もやっぱり大日本帝国に対して多少違和感もあるじゃないですか。所以以後台湾民政府会讲，咱是大日本国的这个国民。いやこれから我々台湾民政府は、我々は台湾、大日本国とあの言いますと。あ、国民これね、讲你是日本国民。いや、みんなそうしたらば、やっぱりね、あなたは日本の国民と。我想赶快、不过、用大日本哈、可能、那日本那呢、感觉讲、敢那比说台湾较大。台湾。OK， 那真麻烦了。好了，真麻烦了。上几年 joke 呢？那 joke 呢？这边日本来打赢这个中华台北，这是对台湾来讲啊，真好的一个教育。いや今回の野球試合で、まあ、日本が勝った後、まあ、台湾人に対して非常にいい教育になるじゃないですか。伊我定来去噶，我即马伫台湾各地拢伫演讲。いやあの林さんは今台湾の各地であちらの南とか北と自分はあちらで講演してます。我らが大変こう我们大赢ね。皆様にねあのよくねあの我々も勝ったんですよと野球の試合が。但是当初开始的时候，大家都感觉很奇怪。いや最初はみんなおかしいそういうおかしく思われました。どうやら怪人の人たちはハハ大笑。いやみんなね説明してから、まあ、分かってからみんなちょっともう大笑いしました。所以ね、台湾需要教育、あ同時台湾人啊、今次日本人嘛需要教育。まあ現在の、日本の方々の、まあ、教育も必要です。いやもちろん我々台湾人のあの教育も非常にあの受けることも必要です。この中で修正の問題。この、 あの憲法修正のことについて、我是認為講日本人這個安倍晋三若要修憲會成功。いやあのね、憲法修正のことについて、これからあの安倍首相が多分、修正の道に歩んでいくことは多分成功できると思います。但是到底日本跟台湾人沒聯合起來。まあもちろんあの憲法のあの修正されます。改正されまして、そして、台湾と日本と一緒にならないと、あれ日本は頑張っちゃうじゃない。まあ、まあ、もし一緒にならないとね、やっぱり日本も、うまくいかないじゃないですかと。各位、你可未感觉讲安倍晋三要修宪的后边，绝对是美国人在后边。いやもちろんね、安倍さんがあの憲法改正のことにつきまして、やっぱり、アメリカは裏で。あのコントロールしてるじゃないですかと。但是有人对讲美国的控制，感觉讲心内足未爽的。いや、ただね、アメリカはまああのちょっと裏でコントロールされてることは聞いただけで非常にあんまり不愉快じゃないですかと。但是各位真的了解，台湾人跟日本同款，在这就世界上咱拢战败。いや、我々台湾人と日本の方々も。同じで一緒です。第二次世界戦争、まあ、戦争に負けたです。戦争は失敗。まあ、戦争は失敗だけれども。但是法理上、なんて言ってんや。まあ、
戦争は負けたけれども勝利の、あの勝利、まあ、必ず成功します、必ず勝利します。因为这个国际关系，因国国际上所有国家所认定的。いや、この法律はあの国際各国からあの承認されているものです。尤其是万国公法、主权法，这是无法度打破的物件。まあ特にね、万国公法と自然法は、それはあの、まあ絶対国際上で守るべきことです。所以有的人有当然感觉讲看不起国际法。いや、多分ある人からね、その国際法をおバカにしてる。但是各位，你要注意看，这全世界这个规律内底，拢是照国际法在行。まあ世界ではちょっとまあみんな見てくださいと、全部その乗っ取ってね、国際法に乗っ取ってあのやっています。包括中国今一定要照国际法。まあ。中国も例外なく、やっぱりそれを守らないといけない、国際法を守らないといけないと。你看看真简单，中国现在是真侪态度在改变，这是表示讲中国开始，伊嘛爱向这个国际法导航，一定爱遵照国际法的实施。じゃあ、あの中国はね、まあみんな見てください。あの中国最近もまあいろんな態度変わっています。まあもちろんそれやっぱり国際法を守らないといけないと。你敢想先卡去这个岛啊，这个钓鱼台哈、哦，一见惊哦。呀，みんなちょっとじっくり考えてください。あの尖閣諸島の紛争であの戦争になりますか？我敢讲一讲，未见惊。いや、私自分のちょっと考えで多分戦争にならないです。虽然表面上看起来非常的危险。まあ表面的あの表面から見ますとまあ非常にまあ危ないと。今确实讲是美国最爱战争。アメリカも、まあ、ちょっとアメリカも非常に 戦争なんかもやりたいです。リンダが新聞で論破で言う、中国欠美国ちょっと一円。まあ、美国欠中国ちょっと一円。新聞から見ますとね、まあ、見ますと、たくさんアメリカ、中国に借金たくさんあります。え、不一樣も。それ見る、それ見たら、まあ危険、まあ、危険ですかと。いや、美国えへんも。アメリカは返あの中国にあの返済しますか、借金返済しますか。日本人の方は言えへんもん。まあ今日本の方々の見方を見ますと、アメリカが中国に、の借金の返還あの返済しますか。返済する方、まあ返済すると思う方は手を挙げてください。あ、別へんねやつ。もう返済しない方は手を挙げてください。那不行，啊，欠人钱那危险。いや、ちょっとね、借金なぜあの返済しませんか？おかしいでしょ。危険、一定要有一个理由啊。じゃあ返済しない、まあいいけど、まあ必ず一つの理由があるじゃないですか。我讲一个不行啊。いや、本当にまあ皆さんに言いたいこと、まあやっぱり返済しません。你来看美国的记录。いや、アメリカのいろんなあの経あの要するに経験したことが。見てください。当年荷蘭欠美国錢。荷蘭欠美国錢。おお、わかりません。当時はね、オランダがあのロシア金がアメリカに借金があります。あ、美国外貨。美国外貨。美国欠荷蘭錢な。で、アメリカはあのオランダに借金があります。あ、美国資本外貨。いや、アメリカもやっぱり返済しません。実現。全然か。荷蘭か美国外省で。まあそれやっぱりオランダにあの返済しなかったから、それ戦争になった。あ、荷蘭戦争免任。じゃあオランダがやっぱり戦争に負けたから、じゃあアメリカがその返済に対しても一銭も返してないです。西班牙欠美国人、不、西班牙情報美国人で人。スペイン。アメリカはあのスペインからたくさんお金を借りています。あ、それ美国か西班牙一連、全一般。いや、アメリカとあのスペインともやっぱり戦争が発生しました。あ、キャベツの面に。いや、アメリカも同じようにね、やっぱりスペインにあの返済しませんでした。西班牙面前で我が国は死で取っておびこ。いや、あの返済
返済ばかり返済しなかったばかりではなく、やっぱり一つの土地を切り譲ったんです、アメリカに。在1898年用波多黎各、古巴、关岛、加菲律宾。1898年叫波多黎各、关岛、古巴、加菲律宾、共和国。その四つのところアメリカに、切り譲ったんです。所以这边很主席美国欠着东西。まあ現在は、アメリカはたくさん借金して、中国の借金、抱えています。美国一直是追击美国中国之间。だからそういう借金もたくさん抱えていますアメリカ。まあ機会を見てね、必ず一つ戦争したいです。中国と戦争したいです。所以呢，尖閣呢戰爭的時候，美國中華議。もしね、尖閣の紛争で、戦争になったら、アメリカも非常に喜んでます。你有没有接到真正情報？いや、林さんはもちろんたくさんの情報を入ってます、入ってきてます。所以我来用中国不要讲。中国もやっぱりそのバカじゃないですよ。啊，今很主席美國欠中國真多錢，那一邊嘛。じゃあ今、アメリカは中国の借金たくさん抱えています。じゃあどうするかと。どうしようか。鼓励美国副总统去北京訪問。去年のアメリカの副大統領は中国へ訪問に行きました。北京大学学生から問題。じゃあ北京大学の学生から質問されました。你美国欠我中国这多钱，啊，我遐钱够我安全？いや現在はね。たくさん借金してますからね、我々中国の、借金じゃ、それは保証できますか、この借金は、アメリカに対してそういう質問しました。副総統から回答。いや、アメリカの副大統領からちょっと回答、返答しました。我美国欠你中国钱，我甲保护啊真好，敢若我巴肚内底一块肉。アメリカの副大統領はその北京大学の学生に対して、いやもちろんその借金はね、我々の借金、非常に我々も守ってますから、非常に保護してますから、私お腹の中の一つのものと同じように大切してます。それ北京大学の学生たちはその話を聞いて非常に安心しています。同時の会拍手鼓掌。みんなそういう時その話を聞いて同時に拍手をしました。但有一个解放军的空军的上校、まあ 一人 の, 人民解放軍の空軍の将校、空軍的上校、空軍の叫戴旭、戴旭という、軍人です。一直当流听听等于引导想想的。いやその時はね、アメリカ中国へ訪問してる、アメリカの副軍大統領の話を聞いてで家に戻って家で考えたら、いかがなるしゅうのむでよ。でちょっと家に戻って考え、その話を考えたら、まあ、ちょっとおかしいじゃないですか。いやディリパトーライデーチテーバーワポケルギガイオワ。いやディリパトーライデーバーワポケルギガイオワ。ディリパトーライデーバーワポケルギガイオワ。お腹の中の一つ の, まあ、肉かな、肉、私はその手を出せないじゃないですか、他のお腹の中に手に入らないじゃないですかと。大事にはバンツライ。いや出したらは大丈夫だけれども、便利になっちゃうと。本来是这吧，但是放出来是变作塞。お腹の中にはね、やっぱり、まあ、肉かな、植物かな。でも出したらやっぱり、まあ、うんちになっちゃうじゃん。意思是讲，那是无效的。いや、そういうね、もう向こうになっちゃうね。なったじゃもう返済しないです。返済しないと、そういう意味があります。OK。その副総統がアメリカ
の副総統が日本中国行って訪問した際に、その北京の学生から聞かれたんですよね。そのお金は大丈夫ですかと、あんたたちが私たちのお金 その借金を保証してくれますかと言うと、そしたらその副総統が、あ、大丈夫ですよ、保証しますよ、私のお腹の中に入ってるから大丈夫です、しっかり守っておきますかと言うと、ね、そしたらみんな聞いて、あ、分かった、じゃあありがとうと。 その後に帰った後に、そのある空軍の その将校が、考えれば考えるとおかしいと、だからもう一度聞き直したんです。いや、自分で考えて、おかしい、じゃあお腹の中をどうやって出すのかと、ね、お腹の中は手突っ込めないから、ね、じゃあどうしましょうと考えたら、1個目2歳じゃあ、手で取ろうと思っても取れないから、じゃあ出すにはどうすればいいかと考えたら、今度は出した場合便になっちゃうと。お腹の中のものなんだからね、手は突っ込めないから、下取るんだからもう便になっちゃうから、そしたら便になったら、これ何もならない、これ何も役に立たないということだね。それだからもう向こうだということを自分で考え出したわけ、あの証拠が、あ、さっき出たの、はい、こっちで今辺知れてる問題、今の質問します、美国キャプチャーご調停人や、アメリカはたくさん借金してます、中国から。美国最近有一个 QE1、QE2、QE3。アメリカ今 T1。再进步 QE1、QE2、QE3。啊，印籍有，伊都发行这个美国发行美国的公债。アメリカが QE1 と QE2 がありますね。そしてアメリカが公債を発行、国債を発行しています。伊甲伊分配叫中国那边伊个公债，必ず、中国は、中国から我々の国債を返らさいと要求しました。中国的财政部部长讲，你美国欠我这么多钱，你叫我改变公债，我不买。ね、中国の、外務省財政部、財政部の長官が、我々 の、 借金たくさんも抱えてますからね、アメリカが。で、アメリカの国債は我々は買わないと。美国が今、リーバイビーバーキン、マカリビー。いや、アメリカは、いや、買わなくてもいいですから、我々は自分で買いますと。だし、ケージアミーヤン。じゃあ、まあ、一晩開けて。中国財政部長官、我カリビー、我カリビー。まあ、使え。中国 の、 財政部の長官は、いいよいいよ、私が買いますと。美国人看中国很多钱、他发行公债、中国说他要买，这是什么原因？你想有吗？你不能想有吗？じゃあね、アメリカは中国からたくさん借金を抱えてますと。そして、なぜ、中国がまた中国はまたアメリカの国債を買いますかと。まあ、日本の人々は、分かりますか？考えたら、そういう理由は分かりますか？理由は很簡単、中国財政部長暗示想想的讲，你要家己买，啊，你要哪家己买？你家己搁印钞票过来买，啊，那印钞票你家己美金就贬值。それで、アメリカはまた自分の札を印刷して自分で買いますと。你这说明应该安尼讲啊，因为中国财政部长伊讲吼，伊家己转去想想的讲，啊，你美国要哪买？原来是美国要印钞票，啊，伊来印钞票，美金就会贬值，啊，贬值欠足侪钱，啊，迄、那个较无价值去啊。呀，アメリカ、中国 の、 財務長官もね、帰ったら、ちょっとじっくり考えたら、いや、こんなにね、国債は、アメリカは自分の国債を買うときには、どうやって買いますかと。いや、やっぱりアメリカは自分で札を印刷して、で、自分で国債を買いますと。で、そうすると、で、アメリカの、US ドルの価値は、まあ、まただんだん低くなると。我要讲的代志重点是讲吼，美国和中国的距离差真远。
距離啊，这个时间啊，各方面的时间差真多。呀，今言いたいことはね、一つだけですよ。いや、アメリカと、中国の、実力の差が非常に激しいです。さ、因为双方的这个实力差价很大，所以中国伊绝对唔敢甲美国争。いや、やっぱり中国と、アメリカの両方の実力すごく差が激しいですからね。ですからアメリカが、中国はアメリカに対する要するに戦争はやっぱりならないです。で、咱们来看一篇压力来的。昨日見た、その映画、映画見ます見た映画、はい。我相信大家人都有一个感觉。じゃあ、その映画を見ました。皆様には、まあ、多分、まあ、みんな感想があると思います。亚洲人会当拍去甲美国的，敢若日本人尔。じゃあ、要するに東方人ですね、東方人種、アジアの人ですね。アジアの国はアメリカにと戦争に知ったのは多分日本だけです。で、貢献が日本人と美国人の心目中は、地位非常に高い。そういうことがあって、まあ、日本人のアメリカ人の、頭の中は非常に地位が高いです。台湾人有得到日本的这个好处，台湾人我能叫美国人，美国国民把我们当作是日本人。いや、アメリカ、まあ、もちろん日本人はね、アメリカの中、頭の中非常に地位が高いです。いや、我々台湾人も、やっぱり同じように、アメリカの国民にそういうふうに認められてます。到今日为止。今日までです。美国国民对台湾人是非常的不好。今までは、台湾人に対して、国民がアメリカの国民や台湾人に対してあまり親切ではなかったです。对美国人的心目中，アメリカ人の心の中、台湾人就是日本人。台湾人は日本人です。麦克阿瑟尤其切然台湾人。マカーサーは台湾人に対して非常に嫌です。で、歴史上マカーサーは一個很大的侮辱。マカーサーにとっては非常に辛い考えです。1941年の12月8日、为台湾的屏东的机场出动。百几架零式战斗机。1941年の12月8日、台湾の屏東の空港から、100何機の、ゼロ戦の出動しました。フィリピンのクラーク航空基地で、フィリピンの、向かってフィリピンのクラーク基地に向かって、将一機一機で所有飛機当中。フィリピンの、クラーク基地に向かって飛んでいて、それで、クラーク基地にある、飛行機全部、めちゃめちゃ爆撃しました。我有看到有一个学者写的那个记录。じゃあ、なんか学者から書いたその記事がありました。我マイクラスを倒さなきゃ、この飛機。マカーサー、ちょっと、頭を上げて、そして飛行機を見ました。いかんほん、あちら飛行機浮いてない。いや、このたくさんの飛行機はどこから飛んできたんですか？いや、ボーアガホンシー、ウィー、台湾ない。いや、その部下からね、いや、この全部の飛行機は全部台湾の兵頭から飛んできました。そういう、マカーサー、ウキャンディオ、いかん、あやん、メナコエイカ。いや、マカーサーはね、こんな遠いところから何でも、もう一回でこっちに、飛んでこられますか？但是事实上一遍啊，将菲律宾的克拉克空军基地啊，黑飞机拢消灭，和日本都不要去南洋战争的时候继续方便的。いや、これね、クラーク基地にね、めちゃめちゃ壊したから、破壊したから、それで日本にとっては南の方へ。ちょっと進行に行くときに非常に便利だったです。
但是我们有麦克阿瑟不爱讲台湾，去讲沖縄的原因，原因在这个所在。いや、その後はね、麦克阿瑟。麦克阿瑟は、台湾の上陸しなかった。それあの、そのまま、それをあの飛び込んでね、飛び越して、それであの沖縄にあの侵攻しました、上陸しました。それその原因です。这两个原因，第一就是麦克阿瑟对台湾非常的惊吓。まあ一つの原因は、麦克阿瑟やっぱり台湾に対して非常にまあ怖がっています、怖がっていました。第二原因就是迄当年日本的关东军断掉两个枢机台湾地方面。いや、その時もう一つの原因は、日本は一つの関東軍の一つの、師団は台湾にあのいましたので。準備勉強比較過程アメリカとあのちょっと高い戦いとする決心をしました。真可惜就是非那个美国没打台湾，啊如果打台湾，今天台湾比较艰苦。もしね、もし、マッカーサーは台湾に上陸して戦えば現在の台湾はこんなに辛いではないじゃないかと思います。もうね、一死一壊な。もちろんあの犠牲者はたくさん出ていますが、但是我相信台湾今日甲日本一定会变甲咱琉球甲日本的关系，等于日本大日本国内底。いやもしねその時マカーサーの軍隊が台湾に上陸したら、じゃ現在の台湾はやっぱり日本と琉球と同じです。一緒になっています。台湾に二十万人存し、十二万六千人。台湾ではあの228事件の時12万6000人の犠牲者出しました。あら真正讲美軍時代に打台湾、我相信比死が12万6000人。もしね その時マカーサーが台湾に上陸したら、そんなにそれほどの犠牲者は なかったでしょう。あれ以上台湾かもしれない。主席今日日本で完全感覚もしそういうあの台湾の上陸すればしたら、まあ同じ日本と同じようになったでしょう。今コントロールない大日本国。今まだ大日本帝国の話に戻ります。大日本国の話に戻ります。以前なんて当時じゃなかった。まあ昔はこんなに、あの大きい国土がありました。日本人今現住地所在は日本。いや現在あの日本人が、まあ、印象の中の日本は非常に狭いです。所以在这个时候日本人应该要有一些新的主张，要有一些新的计划。まあ日本の方々は、まあ、これに対してあの新しい考えと新しい主張があるべきです。因为国民都是真少年。今現在あの皆様はまた若いです。我相信日本的政権嘛，会开始会打理国民健保健康。いやこれからね、どんどんあの、皆様この思うようになっていくじゃないですか、そう思っています。一定要跟我们台湾人同款。いや我々台湾人と一緒です。大家站坐位。みんな一緒に立って。我相信台湾人跟日本人会当合作真济工作。いや我々台湾人と日本人は、ね、たくさん の要するに協力することができることを私はそう信じています。台湾の土地一旦生産真多真好的農産品。いや台湾のこの、土地ではたくさんの良いあの農産品、農産物の生産ができます。你去年的这个暑假的时候有朋友上班日本的那个水蜜桃。いや去年ね日本の友達から日本の水蜜桃を要するに送られました。一粒水蜜桃定来是台币5000元、500元一粒台币500元。一つの水蜜桃で大体台湾元で500円です。这是但是非常非常的好价。まあしかしまあ高いけど非常に美味しかったです。台湾有一天我相信买到培养跟日本完全相关。台湾敢有迄个石刻，世界应该知无？石刻，叫啥？石刻，布鲁兹，
野球の、あ、高はあります。あ、そう。うんうん。台湾の本当に確かに宝島です。尤其是这里啊，做农产品，你看培养非常非常的好。いや、台湾では非常に品質が良い、果物の栽培ができます。啊，日本的这个工业、轻工业、甲重工业啊，伊非常的有基础。いや、日本はね、軽工業路線。あ、そうそう、これですね。それ大きいね。ハセンちゃん。長谷川さん知ってます。あ、そう。あ、OK。ちょっと。OK， 如果时间来得及的话呢，我想办法，送给他们吃啊。我想办法从那个台东啊，空运过来，让他们试试看。いや、もし時間的に間に合えば、ちょっと台東の方から、東の方から。不是，台東。台東。台東の方から。我可以想办法，想想看嘛。这个时间的话，ちょっと送ってきてもらいます。台東の方に送ってきてもらいます。みんなにご馳走します。ごめん。見たことない。長谷川さん知ってます。長谷川さん知ってます。OK。啊，迄是迄个往来食客，食豆片，Pineapple豆，Pineapple，自己起食的呢。这个才是啦，这中迄个。阿生和尚，知ってるでしょ？知ってるでしょ？食べたことある？日本語じゃなくて、お釈迦と。お釈迦とお釈迦様の頭に。台湾だけど。想吃的举手。ちょっと召し上がりたい方は手を挙げてください。は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 い。後面要想吃。OK。我为了让我们这个学员哈爱上台湾呢，我一定要想办法让他们吃。いや皆様にねちょっと台湾のことを愛してもらうためにまあまあ何とかしてちょっと送ってきてもらいます。但是你们回到日本以后要想办法，把我们的这个想法论述，让日本人越多人吃到越好。いや日本に戻られたらまあ一つお願いすることはあります。台湾のこういう現状、こういう法理のことに対して、もっと多くの方々に伝えてください。一つお願いいたします。この約束して、約束してもいいですかと。好的、请举手。手を挙げてください。はい。OK。台湾真的是一个非常好农产品的地方。いや台湾は本当にね非常にいい、農産物の栽培に非常にいいところです。台湾人ね、也很優しい。台湾人も非常に親切で優しいです。跟中国人绝对的不一样。中国人と全く違います。所以我是希望讲各位日本人卖上台湾人当作中国人。いや日本に戻られたらまあ他の日本の方々にもそう言ってくださいと。台湾人は自国じゃないです。あ、拜金回国的时候呢，一定要让台湾知道哈，中华民国人不是台湾人。いや、もしね、日本の、他の方々に中華民国の人と台湾人は全く違いますと、そういうふうに伝えてくださいと。有真济日本的政治上的一寡官员。
や、日本のたくさんの政治家たち。到底是安怎？啊，所以你感觉讲吼，啊，做中华民国是台湾人，台湾对中华民国，这实在是非常非常大的错误。いや、そういう政治家たちは、台湾は中華民国、中華民国は台湾、そう思ってるとはちょっとおかしいです。一番很主席ね、台湾人以前有台湾政府、台湾民政府。まあ現在はもう台湾民政府、台湾政府、まあ台湾政府、この政府もありますから。所以以後啊，哎，拜託各位，我雖然是和美國一個君主政府佔領，但是我台灣人認為講，我真緊的時間會變起來。いやもちろん現在はアメリカ軍政府の占領中だけれども、でもこの、短い時間の間にもう必ず立ち上がれます。你不然会跟我问说，啊，中华民国还存在，你要怎么给它消灭，还是要怎么给它赶出来？まあ多分ね、多くの方々が現在中華民国の政府まだ台湾に存在してます、どういうふうに追放するか、どういうふうに追い出すか、ちょっと難しいじゃないですか。そういうふうに聞かれるとか思われるかもしれないです。あ、台湾民政府、台湾政府が無方法。いや、台湾民政府はそういう追放する方法ありますか？其实这个答案非常簡単。しかしこの問題は非常に簡単です。因为2年前、いや、約2年前に美国在香港的那个参議啊，有讲一句话，历史馆的参議啊，2年前にアメリカは、香港にある参議領事、領事、あそこでそういうこういう話もありました。当時便に講話は意思非常無相信在地に講出来。いや、多分ね、うっかりしてちょっと口から出ました。伊講、我們將中華民國が解決非常的簡單。いや、我々は中華民国を解決することは非常に簡単です。5分前後は5分間だけです。地震機能は、ヘリコプターが、ヘリコプターが降りてきて、降下して、毎日救助無意義、毎日をちょっと捕まって、離陸台湾、ちょっとヘリコプターに今入れ込んで、ちょっと台湾の話す。あれ、中華民国と馬上就解散。そうすれば、中華民国もすぐに解散します。が、フィリピン同時、マクス離開フィリピン、赶快訪問。まあ、その当時、フィリピンのマクスと同じような方法で処理する。当時、マクスは美国用飛行機再去ハワイ。いや、当時もやっぱり マクスを、マルクスを同じような方法で、ヘリコプターに、入れ込んで、そしてハワイまで、乗せていく、連れていく。今米国上烦恼的代志。今アメリカ一番心配してるのは、台湾民政府、台湾政府还没有准备好。台湾政府、台湾民政府まだちょっとまあできてないです。準備まだ整えてないです。所以咱伫这个所在。いや、我々今ここにいます。咱伫训练行政人员。いや、ここで行政人員の将来ちょっと。行政に来るような人を訓練しています。当年蒋介石派代理来台湾。その当時は蒋介石は陳毅という人を台湾に派遣してきました。非常初に陳毅带一千名的公務人員来做台湾的長官。いや、その時陳毅は1000名の、官人たちを1000名の官人たちを台湾に連れてきました。美国很主席要求台湾政府要訓練4000名的高級的公務人員。いや、アメリカから、ね、今台湾民政府は4000名の、行政人員、高級行政人員の訓練をしますように、そういうふうに命じられました。因為那個時候1945年台灣是有600萬的人口。いや、その当時はね、1945年の時に台湾の全部の人口は600万でした。一万五两千三百万。現在は2300万。所以按照比例，我主要四千名来做台湾的行政官员。いや、そう、当時は600万でしたが、現在は2300万です。だから、その比例でやっぱり4000人でないといけないです。所以很主席，台湾
叫日本時代世代的酒。いや、台湾は昔日本時代のようにあの無通の酒を、作りました。这个以前啊，我们台湾民间会记啊，这个记啊，迄、那个红的花纹代表日本。この台湾民政府 の、 あの旗がありますね。この赤い部分は、まあ、日本です。まあ、日本の国旗はみんなご存知です。この6つの星は、この周りに6つの星は、それは、6つの州を、表します。宜蘭と台東、東の方の州も含めてます。宜花东州、台北州、台北州、新竹州、新竹州、台中州、台中州、台南州、台南州、高雄州、高雄州。然后上面是一个美，这啊，这台湾的地图。呀，これあの台湾の地図はこのあの載っています。那个黄色的部分代表我们是在亚洲。呀，この黄色い部分は要するに我々のアジアに。おります。那个绿色、那个蓝色的星星代表美军。これはあのブルーの星、このブルーね、星。これはちょっとアメリカ。アメリカの占領を意味する。所以有一天如果美军停止占领，我们这个星星会拿掉。いや、ある日はアメリカの占領が停止しましたら、これはあの撤去します。那拿掉以后，这个台湾这个名称会变成什么？呀，その時は台湾の名称はどうなるか？我们会只有变成台湾，或者是日本台湾。その時は、台湾あるいは日本台湾と。然后呢，我们所尊敬的是日本天皇。いや、我々が尊敬してるのはやっぱり日本の天皇陛下です。这有一点像澳大利亚跟那个纽西兰，他们把英国的女王当作他们的精神领袖。じゃあニュージーランドかあのオーストラリアと同じようにカナダも要するにイギリスの、連邦ですね、要するに連邦、そういう国同じようなパターンに なります。当然我现在所讲的我们还要再跟美国一起商量，然后还要想办法跟日本商量。まあ現在はアメリカと、話し合いしてます。まあもちろん日本とも、お話ししてます。当然这个里面现在的日本政府是不能管台湾的。まあ現在の日本は台湾の管、日本政府は現在の日本政府は台湾のあの干渉はできません。因为就像和平条约的第二条，和平条约の第二条で将日本政府放弃台湾的主权权利。あのその第二条は日本政府は台湾の主権権利を放棄しますと。なんか英文で Japan renounces all right, title and claim to Formosa。OK、那个这里面那个 right, title 跟 claim 啊，三个后面都没有加上 S。まあ S はつけてないです。ついてないです。那个为什么没有加那个 S 呢？就表示说不是主权的意思。那没打。Right 的话 ，all 是英文的那个 all 的后面应该要加 s， 可是这个条约里面没有加 s。いや、普通は英語で、あの all のあの後ろの right は s をつけるですね。这个念国际法的那一位，那个叫什么？好。一番後ろの B のところに、やっぱりランス all right とかありますね。これ all right っていうのはこれ単数です。オールなのに単数でしょ。つまりライツ、つまり S、 複数の S がついてないですね。でどういうことかというと、普通はオールっていうのは複数を本来表すんだけれども、つまりこのライトがね、抽象名詞なんでしょ。抽象名詞、つまり具体的なものが何もないということは、具体性のある権利については放棄していないと。これが要するに言語学上の解釈です。でいいから。いいです。満点ね。満点です。这个呢，这一点呢，有关这一点，在日本念国际法的很少在注意这一点。
ではこの点につきまして日本で国際法を勉強する方々はあまり気にしてないです。因为内国刑法的あまり注意してないです。他可以用这个去问他的教授。この国際法を勉強している方はね、この問題につきまして、この持って教授に聞いてくださいと。还有1947年的2月10号有一个意大利条约，请看1947年的1947年的2月10号。1947年的2月。2月10号的23条。23条。第23条。見て。Alright。イタリア、イタリア、Renounces all right and title。ちょっと、後面少了一个东西。Claim。まあ、一つはちょっと抜けてます。Claim ということ。どうして Claim 目指して。いや、なぜクレームは抜けてますか？因为台湾已经是日本的神圣不可分割领土，而索马利亚是意大利的殖民地。いや、なぜですかね？ソマリアはイタリアの植民地であります。じゃあ台湾はもう日本の領地であります。所以在那个条约里面是不一样。まあ、したがってその条約の中にはちょっと。違う、違う、クレームがないですから、その条約が違います。这两个条约你把它换来换去。第一点、見て。Right and title だけ。注意。意大利、那个、就在、All right, title and claim。見て、claim。claim。这个 claim 就是领土的意思。领土的主张权。まあ、クレームは要するに土地の、そういう、表してる、そういう意味です。所以台湾是日本天皇的领土，没有错。まあこれを見て、みんなが台湾は確かに日本の天皇以下の領土間違いないです。絶対没有错，绝对没有错。絶対間違いありません。所以美国人干嘛真奇怪？いや、アメリカ人はちょっとおかしいと思ってます。我们的条约写这么多，你们台湾人看不懂，日本人看不懂。いや我々アメリカはこのたくさんの条約を書いているのに、いやなぜ日本人とか日本の方々とか台湾の方々なぜわからないですか？所以昨天我有讲日本的问题出在于翻译。まあ去年私も、申し上げましたが、日本の問題はやっぱりその翻訳者の問題があります。因为你这个翻译不对的话，那你产生的问题就非常的严重。じゃあ翻訳が間違ったらば、まあ、非常に、まあ、大きな問題になってしまうと。所以今天呢，我的课要上到这里。今日はね、私の授業はここまでです。虽然还有很多的地方没有上，但是以后呢，我们会在日本做一个官网，日文的官网。まあ、しかしまたたくさん の授業話したいことがありますが、将来は、まあ、やっぱり一つの、インターネットにね、日本版の日本インターネットを作ります。请各位ね、在上我们那个日文的官网来观看。ホームページを作ります。ホームページ、日本版のホームページ。而且我们会在日本的五个地方从五个地方来招收日本的年轻人到台湾来跟我们一起研究。じゃあ日本の、まあ、まず日本の5つのところから要するに募集、日本の青年たちを募集して台湾に来てちょっと勉強します。现在基本上是认为在北海道、东京、大阪、福冈还有四国。まあ今ちょっと考えているのはまず北海道、東京、大阪、福岡、九州、あと四国、この5つのところから、日本の青年たちを募集して、まあ、台湾に来て授業を受けさせます。台湾政府也是希望能够尽一块力量、一点力量来帮忙日本人、让日本人比以前更有信心。いや、台湾の民政府もやっぱり日本人に、もっと、その信念がつくように、やっぱり協力いたします。因为我们一直感觉到以前是日本人让我们台湾人有信心。いや、昔はね、
まあ、日本人が旅に来て、我々あのちょっと信念がつくようにね、それは日本人 の、 あのおかげさまで、あの台湾人があの信念がありますから、これから。让台湾的整个环境很卫生环境很好，而且教育很好，这一点我们是非常感恩以前的日本的。で、あの昔日本が台湾に来てね、我々台湾の教育あとは、環境にすごくあの貢献しましたが、それは我々台湾人として非常にありがたいです。我相信，如果以后日本有任何事情，那我们台湾政府一定愿意出力。而且把它当成是我们自己的兄弟一样的对待。いや、将来はね、もし何かあった時に、あの日本何かあった時も、我々台湾政府もやっぱり力を出します、協力します。同じ将来のようにね、あのそういう、気持ちでちょっと、手伝いしますと協力いたします。好、谢谢、以上、谢谢、ありがとうございました。以上。Thank you.